こんにちは、星優太です。今日はですね、これまた変わったお仕事で、川崎に来ております。川崎競輪場が、競輪場、ですね、あれがありますね。今日はですね、僕あの高校で先生やってまして、講師を。それをやっているですね、星槎国際高校っていう学校がありまして、その学校が全国展開してる、全国にいろんな学校があるんですけど、そこの全国の生徒がですね、ここ川崎に集い、ダンスとか、なんだ、パフォーマンスとか演奏とかいろんなことをやるという、そういうイベントがあり、それのですね、僕謎の審査員というのをやらせていただいてる次第でございます。はい、で今日はですね、もう、お昼ぐらいからやってるんですけど、ちょっと今休憩中で外に出てるので、Vlog 回しております。はい、僕も全然現役のプレイヤーなんですけど、そんな人間がですね、なぜか審査員をやるという不思議な状況になってるんですけど、せっかく携わらせてもらってるんで楽しんでおります。はい、そして川崎楽しそうですね。なんかちょっとドープめな喫茶店とかご飯屋さんとか蕎麦屋とかがあって、そういうなんかストリートグルメ好きな僕としてはちょっと上がるんで、また来てみたい街だなという感じがします。川崎、今終わりました。はい、人生でそうそうあるもんじゃないですね、なんかの審査をするという体験、そしてそういう仕事、楽しかったですね。星槎国際高校は全国にいろんな学校がありまして、その全国から、今日はここ川崎にいろんな方が集い、ダンスをしたりバンドやったりいろんなパフォーマンスしてたんですけど、やっぱ高校生とは思えなかったですね。なんか甲子園とか見てても、あれが自分の年下で高校生だと思えないじゃないですか。その感覚に近かったと言いますか、みんなかっこよかったですね。若いのに半端じゃないわ。で、僕音楽やってるんで、音楽関係の表現についてはあれこれわかるんですけど、ダンスってやっぱすごいですね。ダンサーの方々結構いたんですけど、半端じゃなかったですね。道具ないわけですから、それでなんか表現するってかっこいいですよ。やっぱ僕最近思うんですよね、漫才とダンスって半端ないなと。道具使わないから。ああすごかったです。いい体験でした。変わった仕事でしたけど楽しかったです。そして川崎を楽しめる余裕はあんまなさそうなんで、次の街に向かいたいと思います。はい、ということで、ハイパー都心部新橋来ました。はい、川崎で予定を終えまして、その後の予定がですね、新宿とか渋谷とか杉並とか世田谷とかそっち系であるんですけど、それで東京来るんだったら東京駅を、乗り換えで行きなさいよと、そういう Google さんの教えにより電車に乗ってまして、なんか直行は嫌だなと。どこかに寄ってご飯でも食ったり街を歩いたりした上でそこに行きたいなと思いましてですね、新橋に降りてみました。ちょっと行きたいところがあるんでチャレンジしたいと思います。さあ、ここは何ですか。さあ、新橋駅前ビル1のエスカレーターを登ってます。ここにちょっと行きたい店がありまして、やっぱ GoPro で撮ると街の様子いい感じに撮れますね。ただ僕街を歩いてるだけなんですけど、はい、ここはですね結構ドープめな店が多くて、どこも面白そうなお店ばっかりです。さあ来ました、あそこです。ビーフンアズノ来ました。いやービーフンアズマめちゃめちゃうまかったです。すごかった。皆さんビーフンのこと考えたことありますか。僕はありませんでした。初めて外食でビーフン屋さん行ったかもしれないですけど、ちまきとともに最高でした。最近外食しすぎてる気がする。外の予定が増えてる感じってことだよね。まあいいことだと思います。こういうお土産も買ったんで、次に向かおうと思います。さあ GoPro が
苦手とする、てか全てのデジカメが苦手とする暗所での、街撮り Vlog ですけど、画質いかがでしょうか。ちょっと最近まで、GoPro で撮ってたスーパービューっていうですね、ハイパー広角から1個下げて程よ広角にしてみてます。ちょっと左右が魚眼みたいにグニューンってなりすぎてるのがちょっと気になったんで、程よい感じにしました。いかがでしょうか。新橋は僕ですね、すぐお隣の銀座8丁目か、まあほぼ汐留、ほぼ新橋ですね、あっちエリアに住んでたことあるんで、すごいここも懐かしい、僕にとってゆかりのある街ですね。ジャン・ヌーベルの建設の電通のビル、そしてあれが枯れた汐留などありますけど、めっきりこっちも来ること減っちゃったんで、なんかただ歩いてるだけで僕は楽しいっす。こういう Vlog もたまにはいかがでしょうか。しかしこの B 君アズマのテイクアウトかっこいいっすね。そしてめちゃくちゃ重いです。 B 君1個とちまき2個買っちゃいました。ちまき僕さっき食べたのに、もう1個食べたくて僕の分も買っちゃいました。最高。